ャンネル。こんにちは。さて今回はですね、はい、前回やりました、はい、気になる選手の起用法パリーグ編。パリーグ編ということで、はい、個人的には気になることが多いです。パリーグ。やっぱり多いですか。はい、最近なんかアイドリングトーク投げとっていうね、声が聞こえるとか聞こえないとか。はい。なんかあの本編ここからみたいなコメント欄にありますよね。いいや、大事やん。そうですね。このアイドリングトークに秘密が隠されてる時もあるから。まあ、でも聞かなきゃ。そうですね。所詮、はい、そんなアイドリングトーク30分も1時間もしないよ、うん、温度温めていかないと、うん、みんなもね、はい、そう見るための。そうですね。映画館行っても最初、はい、あるでしょ、予告がいっぱいいろんなのが、はい、でそれ見てたら、うん、これめっちゃ面白そうやん、あるでしょ。そうですね。あれ本編から行ってたら、うん、はい、いきなり始まりましたって味気ないじゃないですか。はい、カメラ泥棒みたいな。そう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 っていうのを見ながら予告編見て、はいはい、あ、これ見たい、あ、これ、あ、なんでか、あ、もうすぐやな、オンエアとかね、そういうの大事やん。はい。だってプロ野球とかもダンスとか踊りやん、うん、あ、もうそうですね。ね、うん、プレーボールから、プレーボール、プレーボールから来ないでしょ。はい、始球式もね、一種のパフォーマンスですしね、ね、うん、うん、まあ、こういうアイドリング動画いるんですよ。ということで、じゃあパリーグどっから行きましょうか。じゃあロッテから行きましょうか。はい、いいですね。やっぱロッテはね、うん、安田ですね。おお、はいはい。安田が気になるですね、うん。その安田を、まあ、はい、去年ファームで、うん、え、なんかな、三冠かな、ホームラン、打点、出塁率かなんか、まあ、忘れちゃったけど、はい、なんかタイトルも取って、うん、特急生のね、はい、村上もホームラン30何発打って、はい、まあ、いわば2年間、はい、地固めは、うん、まあ、そこそこ結果も残してるし、できると思うんね、うん、はい。さあ、満を持して、まあ、鈴木大地もいなくなったし、うん、まあ、使っちゃおうと、はい、なってくると思うんですよ。はい、じゃあどこで使うっていう、うん、サード、レアード、はい、で、ファースト、井上、うん、で、ひょっとしたら FA できた福田とか、はい、岡とかも、うん、外野が大渋滞だから、はい、ファーストみたいな感じで来る可能性もあるし、うん、え、どこで使いましょうかみたいな、はい、DA、どこがいいの？で、僕はもうそもそも、はい、あのもう20歳そこそこの選手が、うん、DH はもう反対なんですよ、はい、もうそこの時点で DH 守ると、うん、もうずっとそこから守備守れなくなるんですよ。だからもう仕方なく DH だったりすると、はい、その守備はやっぱり努力して頑張らないと、うん、そんな早めから守備をもみ切って DH って、はい、ちょっともったいないんで、うん、まあ、その20歳そこそこで DH は、まあ、そもそも僕は反対派なんですけど、はい、どうすんのみたいなね。うん、そうですね。いや、本当に楽しみにしてるファンの人多いと思いますから、もうガッとレギュラー掴んでほしいんですよね、うん、でもそのためには使わなきゃいけないじゃん。はい、どこで使うのみたいな。レアード外す、レアード DH かな。いや、でもレアード結構ロッテにとっては頼みの綱じゃないですか。でも DH、 あ、まあそっか、 DH でいいのか。他に DH 候補っていないのか、あんまり。うん、そうだね。あ、じゃあレアード、だからまあ、でもなんか噂に聞くと、はい、なんかセンター福田、はい、ライトマーティン、うん、レフト荻野、はい、DH 角中っていうのもあるらしくて。ああ、まあそっか、角中選手とかちょっとベテランもいるもんな。外野が大渋滞してるから。はい、そうですね。だからそういったとんで、で、岡使いなかったファースト岡とかっていうのもあったりとかっていうのもあるらしくて。安田選手まだ1軍で出てないですか。うん、ちょろっと出てる、ちょろっと、うん、だから DH とか守備、はい、守ったりとかちょこっと出てるけど、うん、やっぱり育てるってなると、うん、去年のヤクルトの村上見ててもよく分かるけど、うん、まあ、我慢しなきゃいけないから、我慢してスタメンで出してって言わないで、ね、そうそう、育てるとしたらね、うん、でもやっぱり井口監督も3年目ってなって、はい、この補強をして見てたら、はい、やっぱ結果が欲しいんだなっていうのは分かりますよね、うん、まあそれは欲しいですよね、はい、そうなった時に、うん、育てると結果を天秤にかけるのって難しいじゃないですか。そうですね。だから使い切れるか使い切れないのか、どう使うのかは気に、まあ、正直興味、うん、興味あるですね。そうですね、うん、いやー、でも我慢して使ってほしいなー。ねえ、はい、どこまでできるかね、うん、ベンチに置いとくぐらいだったら、はい、もう2軍にいた方がいいと思うんですよ、うんうん、使わないんだったら、ね、せっかくいい感じで来てるのに、うん、実践感覚なくなってももったいないんで、はい、だったら2軍で試合どんどん出た方がいいですよね、うん、まただって今年3年目だから21でしょ、はい、っていうことを考えても気になるですね。そうですね、今年出てくるのかという、うん、どう使うんやっていうね、はい、俺は DH は反対してるっていうね、はい、個人的な見解です。はいちゃんとポジション与えてほしい。そうそうそう、はい、はい、じゃあ次、安田つながりで日本ハムですね。はい、やっぱ清宮ですね。あー、そうですね、はい、どうするんやっていうね、はい、去年ね、はい、そのレアードを抜けたのか出したのか分かんないけど、はい、なって、うん、その清宮を使うために、うん、
じゃあサード近藤やらそうかとか、はい、太田とかどうなんやとか、うん、っていうんで清宮外野開けるかとか、うん、いろんな感じでやったけど、まあ、そこもはまんなくて、はい、で結局外野は近藤西川太田と、うん、もう盤石、はい、万全、うん、もう立ち入る隙なしですよね、はい、もうこのまま頑張っていけばね怪我もなくでファーストの方、はい、清宮 DH っていな、はい、俺はもう DH は反対してるね。そうですよね安田選手と同じ高卒3年目でしたっけ。そう清宮、安田、村上が同期だから、うん、そうですね、うん、あのもう黄金のあれでしたもんね、うん、でどうすんやろうなっていうね、うん、そのそうですね、DH なのかな、もしくは清宮ファーストで DH 中田かみたいなね、うん、あでもそれでもいいですけどね、うん、今年期待の選手にも挙げてましたもんね、うん、あの過去の動画で、うんうん、でも起用法がどうすんやろっていう、うん、そうですね、まだ誰かサードをチャレンジさすのかなみたいなね、いやなんか清宮選手もっとなんか高卒ルーキーからバーンって来るのかなって、うん、なんかちょっと思ってたじゃないですか、まあ、そんな簡単じゃないね、プロ野球は。そうですよね、高卒ルーキーでそこまで野手でガンガンいける人ってまあなかなかいないですもんね。清原さん以外いないんじゃないですか、うん、その1年目でって考えた時に、はい、清原さんって本当にすごかったんですね。1年目でホームラン30本ってやばいですよすごいですね。いけ、だっていわばだって、まあ、1ヶ月前まで、1ヶ月前にあれでしょ、ホタルの光でしょ、はいはい、もしくはあおげばでしょ、はい、を1ヶ月前に歌ってて、はい、1ヶ月を開幕して、はい、いきなり半年経ったら30本打てるんですよ。そうですねだって言えば宇宙の世界でまた活躍しちゃうってことはすごいですね。すごいですよ、うん、そう考えたらね。まあでも高卒3年目ってことはでも結構まあ成長してきてるわけですからね、うん、だからまあ本人としてもチームとしても欲しいですね結果がね、うん、でもどういう起用法になるのかは気になるっすね、はい、そうですね。またコンバートあるってどっか外野を開けるのか、うん、もうファーストか DH で行くんか、はい、やっぱその起用法を見極めるために名古屋に、ね、行かないといけないし、はい、どんなことやってんのかって、ね、見てきてください。そうですね、はい、では続いて次はじゃあソフトバンク、はい、内川ですね。内川選手、ウッチーの起用法どうなんだろうなっていう、はい、だからまあバレンティンが来て、うん、まあ、僕の想像で言うと、はい、キャッチャー甲斐、はい、サード松田、うん、ショート今宮、はい、でセカンドはまあ牧原とか誰がいいやつ、うん、はい、でファーストグラシアル、はい、でレフトにバレンティン、はい、センター柳田、うん、ライト中村晃、はい、でデスパイネ、デスパイネ埋まってますね、まあ、こうグラシアル、うん、ライトは、はい、映え、まあ、あるかも分かんないですよ、うん、でもジョージって考えたらバレンティン、はい、柳田、うん、グラシアルはちょっと不安があると思うんですよ、はいはいはい、だからやっぱりライトはまあ、僕は中村晃がソフトバンク一押しなんで、はい、中村晃使うんですけど、うん、まあ、上林も、ね、はい、頑張んなきゃいけないし、はい、っていうところはあるんですけど、うん、外野も多いですね、うん、でやっぱりバレンティン、はい、エスパイにフラシアンだから、はい、どうするのかなっていう。そうですね、あれ去年ってずっとどこで出てたんでしたっけ。いや、ファーストとかファーストか、はい、でファーストは今年誰予想なんでしたっけ。グラシアルです。グラシアルかが、だってバレンティンがレフトに行くから。あ、そっか、はい、グラシアルじゃなくて内川選手でいいんじゃないですか。いや、それすごいよ、グラシアル使えへんってやばいよあの日本シリーズの活躍やばかったよ。でもあのバレンティン選手がどうなるかも分かんないわけですもんね、活躍するかどうか。でも去年もガンガン活躍してるのに私内川選手好きなんだよな。だってグラシアル去年打率3割1分9厘、ホームラン28本やで、それ使わへんじゃあバレンティン選手って去年どのぐらいだったの。いや、もうバレンティンもえげつないって普通に2割8分のホームラン33本、うん、ああ30本しかも、しかも日本人扱いだからね。あ、そうだ、外国人枠じゃないんだ、うん、うわ、だからそこでモイネロピッチャーと先発バンデンハークか、はい、スチュワートが、ね、はい、来るかも分かんないし、うん、でデスパイネも入れられるし、うん、もう、あ、そっかバレンティン日本人なんだもん、うん、って考えた時に、はい、使うやん、はい、だからウッチどうすんのやろ、どういうデスパイネも使うしな、うん、だからデスパイネもう結構いい年だから、はい、とウッチーが併用なのかなとか。あー、内川選手って去年どのぐらいだったんですか。2割5分6厘のホームランが12本だから、はい、まあ別にね、うんうん、
悪いわけじゃないと思うのね、はい、そう前世紀に比べたらってあれだけど、うん、でも常に結果は残すじゃないですか。障害打率3割3厘ですからね。すごい。でも内川選手を控えとかちょっとなんか私も気持ち的に寂しいです。でも仕方ないじゃない、うん、だからうちどうやるんだろうなっていうのは、はい、気になるっすね。はい、じゃあ続いて次はですね楽天。はい、行きましょう、はい、楽天はですね、はい、ドゥルージャン、はい、ウィーラース。いやちょっとねそうなんですよだってロメロも全然来ちゃったし、で、うん、ブラッシュでしょ、はい、で、ピッチャーがブセニッツ、はい、いますね。で、ソンチャーホーもいるんで、で、まあ4人じゃんね、はい、あそうなんで、で、鈴木大地取ってきて、はい、あウィーラー、いやもう今ポジション考えた時に本当にないでしょ。そうなんですよ。ウィーラーはどうすんねんかなって。でも内野も埋まっちゃってるし、うん、DH ももう ねロメロ選手多分 DH なのかな、うん、可能性あるよね。そうですよね。ロメロとブセニッツが DH と外野で交互かも分かんないし、はい、ブセニッツじゃない、ブラッシュですね。ブラッシュブラッシュ、うん、ブラッシュと、はい、いやそうなんですよ。多分ウィーラー、ね、でもウィーラー選手はムードメーカーとして必要なんですよ。じゃあもう終わりにする。何ですか。マネージャーとしてムードメーカームードメーカー、そうなんか日本人枠もう性格で日本人枠とかになれないですかね。それはなれない。なれないですよねだから、でももう他絶対外せないんですよ、うん、ブラッシュ、ブセニッツ、ロメロ、ソン、みんないいんで、うん、まあ、ロメロ選手が本当にどうなるかあれですけど、ハマるかどうか楽天として。だから、まあ、ハマったらね、うん、だから最初のうちひょっとしたら1分2年かも分かんないね。いやそうですね、ウィーラー、はい、いや多分結構それ濃厚ですね。ねえ、うん、でもまあ何かあった時に使えるから、はい、その厚みを増すためにはいいですよね。でもあれですよね、他のじゃ内野手があのもし怪我をしたってなっても外国人枠っていうのに縛られるのが、まあ、かわいそうですよね。そうですね、まあ、でも仕方ないですね、うん、それはもう競争なんで、まあ、そうなってたらウィーラーも他の外国人怪我しろと思ってるんですか。うん、それは思ってるかもわかんないね。ライバルの動画だったじゃないですか。ああ、それは思ってるかもわかんない心の底では。おいもちゃんあとはまあボビーだね。ああ、はい、ボブカタ、はい、が入ってきて、そうですね、そこがどうなるのかっていうところも、うん、まあまあ競争だから気になるけど、はい、でも森選手がファースト、うん、っていう選択肢もありますよね、うん、じゃあ銀次、じゃあそもそこ浅村ファーストっていうのもあるしね。で、小深田は麦の二遊間っていうのもある。でもやっぱ浅村選手はセカンドだと思うんですよ。でファースト守れるじゃん、セーブンでファーストだったら、はい、でもそうしたらセカンド誰やるのってなって、だから小深田、茂木、小深田ショートだと思うんですよね、多分。だから茂木セカンドじゃん。あ、まあそっか、セカンドもできるっちゃできますもんね、うん、だからキャンプで練習してるかもわかんないから。あ、そうですねそっか、だってキャンプ見てたら練習してたらこれやなって思うから、はい、あ、そうですねやってるみたいな、うん、あ、そしたらこのパターンあるんだみたいなね。そうですね、うん、あ、でも確かに確かに、そういうの見て、はい、あ、こういう起用法監督とかに頭あんだなっていうのは、うん、でもキャンプしかできないから、はい、そういうのを試してみる、ダメだとやらなきゃいいことだから、うん、試してみるっていうところでは、はい、そうですね。でも本当内野とかも結構あのドラフト1位2位が内野内野だったんで、うん、厚み増してきましたね、うん、楽天も、うん、だからそこら辺、はい、ウィーラーもういい方向かった、二遊間、ファーストどうすんねやね。はい、あー、まあ、贅沢の悩みですよ。贅沢なんです、すごく。でもまあ面白そう、はい、はい、今年は楽天強いと思います、はい、さあ次、続いて西武。西武はね、はい、渡辺くんです。渡辺くん、はい、おととしのドラフト2位なんですよ、はい、うーん、僕はすごい高校の時からいいんちゃうかと思ってたんですけど、はい、結構あの見た感じ、うん、高校生の時のやつはやっぱ良かったんですよね、はいはい、でそれを今年2年目やから使うんかな、どうすんやろなっていう、うーん、でしかも今井とか高橋コーナーも早めに使っていってるから、はいはい、ひょっとしたら一軍に、まあ、先発もバシッて決まってるわけじゃないし、はい、出てくるんちゃうかっていうのを勝手な想像。今の西武って言えばちょっとピッチャーの方が打者よりは、まあそうですね、ピッチャーがまあ課題って言ってきてるんで、はい、まあ、その中でまあね、あのしっかり自力つけてどういう風に出てくるのかっていうところ で、うん、はい、でまあ、使い方も、うん、まあ、早めに使うのかとか、はい、まあ、先発なのかとか、まあ、先発だと思うけど、うん、そういったところは、まあ、あの新人、その高校の時からいいなと思ってたから、はい、その出方とかだから、あの DeNA だったら森な感じだね。おー、
そのどうやって使うのか、どうやって育つのかは気になるっていう。あ、なるほど。また一軍で今年投げる機会があるのか、投げるのかとか、ね、そうなった時にどれぐらいのピッチングするのかとか、はい、そういったところはまあ気にしながらまあキャンプも見に行くし、はい、そういったところは今年の戦、まあ、ピッチャーも課題だから、うん、その中どうやってやっていくかはまあ気になるですね、はい、オープン戦とかも投げたらね、うん、そう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 、うん、最近若いのが結構来るから、はい、で西武もね、ピッチャー陣若いのも結構いるし、その中で一緒に来てもらいたいなっていう、はい、うん、どう育つのか、そうですね、楽しみです。でもね、評判良かったですよ、西武の関係者に聞くと。あ、そうですか、はい、じゃあちょっともしかしたら出てくるかもしれない。そこは気にして見ておきたいですね、はいはい、最後じゃあオリックスいきましょう、はい、オリックスはですね、はい、T 岡田ですね。あー、 T、 FA で出るのかなと思ったから、はい、うん、まあ、の残留して、はい、海外のウィンターリーグにも行って、うん、まあ本人正念場ですよね。はい、去年20試合しか出ないん で、うん、でその2018年も97試合と、はい、まあ、打率が軒並み減ってきてるんで、うん、ホームランを取ったのが2010年、はい、でまあ、2017年に、ね、月間 MVP に選ばれたりとか、うん、まあ、してるんで、年も何歳、31歳、あ、2個上か、だからもうすぐ2歳になるから、はい、早生まれだから、うんうん、頑張りどころっすね。そうですね、なんか一時やっぱり結構爆発してた時あったじゃないですか、うんうんうん、その時ってこう筒香選手のような、うん、なんかイメージというか、うん、そう本当に大きい大砲ってイメージだったのが、うんうん、ちょっとこう本当にちょっとこうなってきてますもんね。だからもう ここで、うん、今年本当正念場やと思う。ここでガーンいかないと、はい、このまま終わっちゃうかもしれないし、うんうん、じゃあファーストなのか、はい、外野なのか、はい、どこでチャンスをつかむのかとか、うんうん、そのベンチとしてはどういう風な期待とどういう風な起用法をしていくのかは気になるですね。やっぱ一緒の時代を戦ってきた仲間としては。そうか、結構対戦してるわけですもんね。そうそう、めっちゃ打たれた時もあるし、うん、めっちゃ簡単に抑えれた時もあるし、うんうん、全然抑えれることの方が多いかもしれないね。そうそうそう、うんうん、だからやっぱ T だってね、打者も AJ 取ったりとか、はい、まあ、外国人の補強もいっぱいしてきてるし、うん、あの吉田正尚とか若い世代も活躍してきてるし、はい、まあ、ピッチャー陣もうまくまとまってるから、はい、まあ、ベテランの、ね、力がバシッとはまったらさらにいけそうですけど、はい、まあね、T 岡田もチームのことを思うより自分のことで精一杯だろうから、はい、そういったところで、まあ、本人の頑張りも気になるけど、はい、チームとして期待感と起用法はどうなるのかっていうね、うん、期待感なかったらもう一軍にいないからね。そうなったらもう危ないですよね。だから開幕どっちにいるのかっていうのもやっぱりその球団の意図みたいな意思がね、わかりますね。だからもう T 岡田も紅白戦ぐらいから勝負じゃない。もう32位だけど、若手のつもりで、若手のつもりで行くしか、うん、ちょっと今チームが若手にシフトチェンジして、うん、でその勢いある選手たちで変わりつつあるから、はい、ここで自分がその中に入っていかないと、うん、もうそのままフェードアウトみたいな感じになるから、まあ、本人としても頑張りだけど、はい、まあ、チームとしてもどういう風な期待と起用法を込めてキャンプオープン戦をまあ過ごして、あとは見ながら行くのかは気になるですね、はい、そうですね。わー、なんかこうやって期待する選手というか起用法を聞いてると本当よりキャンプが楽しみになってきますね。それを見て、はい、だから変なとこ思ってたら、はい、これこう行くってことは、あの人がパズルのようにね、はい、こうやるのもまあまあ面白いですよね、うん、あれ何外野やってるなとかね。そうそう、でということはということはみたいなね、あの選手もしかしたらみたいな。そうそうそう、あ、いいですね。あ、これで結構キャンプ皆さんどこ見ようかみたいな話ありましたけど、そういうのをね、気にしながら見とくと、うん、はい、なんかえ、この選手じゃあもう使いたいってことなのかな、うん、みたいなね、はい、そこポジション開けてるってことはこの選手がここみたいなね、うんうん、とかもあると思う、ね、おー、ワクワクする。まあ、そういうのをね、見ながらキャンプオープン戦を見て、はい、開幕に向けてね、うん、まあ、気運高めて、もうだって始まりますからね、開幕。そうです、あ、だって、あって、まあ、この動画が、ね、いつ出るか分かんないですけど、うん、あと50日とかですよ。1ヶ月半ですもんね。そうです。わお、わお早いですね早いですね、はい、開幕も楽しみですね、はい。